UR ランクのアスカのアバターです。はい。レベルラッシュの初当たりが必ず複数セットになる効果が発動します。レベル1でも複数セットが確定で、レベルが上がるとセットストック数が優遇される効果になっているそうです。うん。単発終了のペースがなくなるのでね、その間にセットストックを獲得しながらロング継続を狙っていきたいアバターになっています。はい。続いては GR ランクデビルカズヤ、鉄拳アタックに特化したハイパーアバターとなっています。なんとレバーを叩けで出現する7揃いは白7が選択される比率が最大で 85% となります。白7は複数セットなので、継続率勝負に自信のない時でもこの効果で大量ストックが狙えそうですね。はい。続いても GR ランクのハイパーアバターです。はい。デビルジン、このハイパーアバターを装着中に発動した鉄拳アタックはなんと最低継続が5セット、まあ基本なんですけど、これが最大で12セットになるそうです。おー、すごい。すごいね。もしプレミアムデビルフリーズ直撃拳をゲットしたらね、このハイパーアバターをつけながらちょっと使ってみたいななんて思います。うん。